長瀬茶所駅は、岐阜県伊比郡、長瀬村にあった名古屋鉄道谷組線の駅である。長瀬駅、有機駅の間、黒の駅より9120メートル地点に存在した。谷組線の廃止以前に廃駅となった。計画当初、この駅の設置は予定されていなかったが、1925年12月15日の、 鉄道工事設計変更認可申請書によって、茶所駅として計画に追加され、1926年の谷組鉄道開業と同時に、長瀬茶所駅として設置された。駅の傍らには、お茶所さんの別名で知られる、小樹寺があり、駅の設置は、三景客の利用を見込んだものであったしかし、利用客が少なかったため、名古屋鉄道が、 谷組鉄道を合併した1944年より、休止され、そのまま1958年に廃止された。大島一郎、谷組戦争の歴史トレール、岐阜新聞社、2005年、23ページ。ISBN978 から48億7797万963。大島一郎、谷組戦争の歴史トレール。 岐阜新聞社2005年27ページ ISBN978 から48億7797万963大島一郎谷組戦争の歴史トレール岐阜新聞社2005年211ページ ISBN978 から48億7797万963大島一郎 谷組戦争の歴史トレール、岐阜新聞社、2005年、67、89。ISBN978 から48億7797万963。地方鉄道運輸開始、官報1926年4月13日、ABCD、岐阜の鎮鎮、電車岐阜市内線とみの町、いび、谷組線の85年郷土出版社。 1997年220から230ページ ISBN4 から876700974名鉄600ボルト線の配線を歩く席別の岐阜線と空港線誕生ピアニッシモ 68139144AB 名鉄600ボルト線の配線を歩く席別の岐阜線と空港線誕生 ピアニッシ百6814144。名鉄600ボルト線の配線を歩く席別の、岐阜線と空港線誕生。ピアニッシ八68144。大島一郎、谷組戦争の歴史トレール、岐阜新聞社、2005年、209ページ。ISBN 七十八から十八億百九十七万六十三 名阪近鉄バス。路線系ポーと沿線案内。伊比川町。2017年5月18日閲覧。ありがとうございます。